はい、こんばんは。サディルーム斉藤です。今日は中1理科物理凸レンズの0の1回目です。これ光の性質のところでこの光の屈折っていうことで、いろんな実験をしました。でこのライオンが白クマを襲いそうになっているので、その前にコップを置くと、ライオンは白クマじゃなくて象の方を向いてしまって驚いて体が伸びてしまった、そんな動画をお見せしました。でその時の説明で、普通にライオンを見たらこのように目に光が届くけど、ここにコップを置くとここで光が屈折して。このようにライオンが反対に見える。でこれをレンズ効果っていう話をしました。で今回の凸レンズの授業がまさにそれです。その、レンズについての授業になります。でまずそのレンズ効果を、丸っこい瓶を使ってその文字が拡大されたりっていう様子をまた動画にしていますので、まずはそれを見てください。今見てもらったように、この水を入れた丸い瓶が、レンズの役目をしています。でこう近くの文字を見るとこういうふうに文字は拡大されるし、少し離していくとこういうふうに文字が左右逆になりました。でもと離れたところを見るとこれ完全にこの赤と青の部分が逆になっています。でこの水を入れた瓶が、レンズの役目をしてるんですけど、実際に凸レンズで見ると、このように凸レンズ、拡大されていますし、でこう近くの場合はこれ逆になってないですけど、だんだん遠く離してやると、まずこれ左右赤と青逆になってますし、これクエスチョンマーク見たら上下も逆になっているのが分かると思います。でどうしてこんな風になるかっていうことを今回の凸レンズの授業、1から後で説明していきたいと思います。であとまた何個か動画を用意しているので、次回 0-2 からの、動画もよかったら見てください。では今日の授業は以上です。